進撃の巨人ブレイブオーダー。進撃の巨人アタックオンタイタンブレイブオーダーストーリーモード攻略編第43話降臨。を操作していたのだろう。そこで小型の巨人を相手にしていたディルク、マレーネ、クラーさんは先ほどの投石で全滅したようだ。つまり内門側の残存兵力は新米調査兵士の君たちとリヴァイ兵士長、そして私だ。エルヴィ、何か策はあるか。避けろエレン、もうこれ以上ベルトルトを壁に近づけるな。気づいた。な、あの野郎、虫かよ。おい、どうすんだ。じゃあこのままじゃ。分かってるよエレン、ノッポの足を止めるぞ。けどよ、どうやってあいつを倒せばいいんだ。長期の熱風で立体軌道は無力化されるですよね。分かってるってのだから、今は何でも試すしかねえ。奴の弱点をあぶり出してやれ。私がやる。みんなで注意を引いて。コニー、雷槍を。おう、アルミンは少し離れたところで奴を観察しろ。もうベソかくんじゃねえぞ。必ず手がかりがあると信じろ。今だ、知れ。見下ろしてんじゃねえよ。てめえはただでけえだけだろうが。いけー、倒しちまえ。きっと何か手はあるはずだ。あれ、おい、あれはエレンか。壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。奴にエレンが動かない。死んじゃいねえよ。目の前の怪物に集中しろ。ありゃさすがに突っ込みすぎた。あの巨体に無策で挑めばああなっちまう。何か一発逆転の策でもない限り、この奪還作戦も俺たちの命も人類の未来も全ておしまいだ。だからってこのままおとなしく皆殺しにされてたまるか。攻撃を仕掛けるぞ。おい薄ら、その目ん玉ぶっ。俺はこのまま地下室に行きたい。俺が今までやってこれたのもいつかこんな日が来ると思ってたからだ。いつか答え合わせができるはずだと。何度も死んだ方がマシだと思った。それでも父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば俺たちの仲間が、仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。まだ戦いは終わってないからな。全ては俺の頭の中の子供じみた妄想に過ぎないのか。お前はよく戦った。おかげで俺たちはここまでたどり着くことができた。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。団長が振り返るな、進め。俺の巨人が倒れて。一人の兵士に気をつけろって。はい、リヴァイ兵長は危険ですよ。こいつがリヴァイか。うなじを。なんだ、何も見えない。目をやられたのか。さっきは随分と楽しそうだったな。皇室か。ダメだ、間に合わない。もっと楽しんでくれよ。失礼なやつだな。こいつを殺せ。いてえ、やりやがったなリヴァイ。いてえよ。ライナーは私たちに任せて。本当にもうダメかと思ったぞ。なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。この作戦がうまくいけば、のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。エレン、起きろ！海を見に行くよ。エレン、作戦は以上だ。あとは全てを実行に移し、ベルトルトを騙すことさえできれば、この勝負僕たちの勝ちだ。いいか、ベルトルトはアルミンとエレンで何とかすると信じろ。俺たちはライナーをアルミンたちの方から遠ざければいい。微妙な距離を飛び回って注意を引け。殺すしかない。ミカサ、ライナーの注意を引けないのなら、今ここで息の根を止めるしかない。ここでエレンとアルミンを守る。ああ、分かった。雷槍は残り3本だぞ。くそ、でもやるしかありません。だって戦わないと勝てませんから。なんだ、何を食らった。一撃で鎧の膝が、あれから記憶が飛んでいる。やっぱり勝負はもうついてたんだ。おそらくは重度の脳震盪。まだまともに立ち上がることもできないようだね。もう十分だ。終わりにしよう。アルミン、君は最後までよく戦ったよ。エレン、アルミン、いや、二人に任せた。まずは俺がおとりになる。コニーとサシャは雷槍を2本使って、両側からライナーの顎を狙え。作戦、最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミンの抵抗も、硬質化した巨人のかかしを作るための時間稼ぎ。全てを僕の周りに敵がいなくなったと思い込ませるため、僕の隙を作るため。ライナー、お前は運が良かったね。進む！我々はここで死に、これでどうだ、次の聖者に意味を託す。火星に入る。さあ、来い。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。行け、グズ野郎。私が行こう。火星に入る。突撃！これでどうだ。お前の判断を信じる。よし、あとは俺がやる。作戦成功だ。お前の働きに応えるために一つ約束をしよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。